任期は1972年から1975年まで、数族インディアンと白人の根血。パインリッジ保留地の住宅局で、廃管校を務めた、妻と10人の子供がいた、1960年代初頭に、利権の悪用が発覚して告訴され、妻と共に保留地から追放された、数年後に保留地に舞い戻り、オグララス部族会議で、 パインリージの村の代表となり、部族会議では、労働委員会議長となったが、部族政府の予算を不正要領して、再び告訴された。1972年4月、現職のジェラルド・ワン・フェザーに対抗して、部族議長選挙に出馬。パインリージに限定せず、保留地全域で、激しい選挙運動を行い、伝統派と部族会議派の支持を求めた。ちょうど、 ネブラスカのゴードンで、オグララス族のレーモンドイエローサンダーが若い、白人のグループに面白半分に殴り殺しにされた事件があり、これに対する弾劾抗議が、オグララ族とアメリカインディアン運動によって組織されていたが、ウィルソンはこれを支持していた。選挙は接戦となったが、保留地の旧地区の過半数の票を得た。パインリッジ地区では圧勝だった。 トーマス・ジェファーソンが構想し、アンドリュー・ジャクソンによって推進されたインディアンの保留地、政策はいずれ全国道合衆国のものとするまで、すべてのインディアン部族のための領土を保留地として取っておき、連邦管理官を置いて合衆国の管理下に置くというものだった。インディアンの社会は合議制に基づいており、権力者としての主張は存在しない。しかし、合衆国は、 同化政策を進める上で、保留地に部族会議を設置し、合衆国に都合の良い人物を部族会議議長として据えた。白人の言い,いなりとなって、議長が部族民にあれこれと指図する主張性は、すべてを共有する文化を持つインディアンたちにとっては、馴染まないものだった。20世紀に入ると、全米の保留地は、部族会議派と、 これに反発して、昔ながらの共同体を保つ、伝統派に二分された。このため、合衆国は、インディアン管理局を通じて、より彼らの支配に通じやすい、一二ないし一四の、根血インディアンを議会に送り込んだ。彼らは、純血のインディアンに比べ、共同体意識も薄く、ビアにすればより魚しやすかったからである。ウィルソンもそうした。 連邦政府の区靴としての部族議長だった。マリー・クロードッグはウィルソンを部族会議始まって以来の最悪極まる議長だったと語っている。1972年4月10日、オグララ族部族会議議長に就任すると、すぐに議会で強権を振るい始めた。就任最初の州で議会メンバーのバージル・エル・キルズ・ストレートを排斥し、 正式な部族の評議会を通さずに5人のメンバーによる行政委員会によって議会を支配し、部族会議へは事後報告するだけだった。ウィルソンは部族民に言論や集会の自由、またパウアウさえ禁止し、ウィルソンに批判的な者たちはその理由のみで追放された。公衆衛生局から5人の同僚と共に職を、と彼れたエレン・ムーブス・キャンプはこう述べている。 ウィルソンの主な支持者は、パインリッジの町民だったが、町の外にいる、伝統派はウィルソンに批判的だった。彼は、根結をひいし、失業率が過半数である、保留地の中で、自分の親戚演者に、部族内の主要な役職を与え、徴用した。連邦政府に保留地内の部族の土地二十三平方キロメートルを国立公園用地として明け渡し、 政治資金の援助を受けた。アメリカの極右集団、ジョン・バーチ協会の思想を懸伝し、同協会のプロパガンダ映画を上演した。また、施設の暴力団を組織し、ウィルソンに反対する、部族民の家に放火させ、銃弾を浴びせて脅迫し、殺した。戦術のエレン・ムーブス・キャンプは次のように語っている。こうして、全米最貧困地帯である、 パインリッジ・インディアン・保留地は、部族会議と部族民の間での市民戦争、内戦状態となった。1972年11月初旬、エレン・ムーブス・キャンプラ4人の数族女性が、ウィルソン弾劾運動を組織し、ちょうどワシントンへの破られた条約の旅行シントビアホンブビルの選挙抗議を決行していた、インディアン権利団体、アメリカ・インディアン運動に助けを求めた。 AIM もこれを開拓、オグララ族と連携を取ることとなった。1972年12月26日、ウィルソンは、AIM の動向に警戒を強め、パインリッジの家族に会いに来た AIM の、デニス・バンクスとラッセル・ミーンズの二人を違法逮捕し、保留地からの即日退去を命じたが、二人はこれを拒絶した。二人の逮捕に起こった、パインリッジの部族民は、 インディアン管理局に、ウィルソン悲鳴の要求を行ったが、ビアは取り合わず、むしろ、ウィルソンの強権を後押しし、権限強化予算として、部族警備隊設立のため6万3000ドルを提供した。これに加えて、さらに高速道路補修予算を使って、ウィルソンは、施設暴力団を高性能ライフルで、武装強化させ、暴力組織、オグララ国守護隊を組織した。 伝統派の数族はこの、オグララ国守護体を、グンズと呼んだ。オグララ族の伝統派の長老や州長たちは、合議を開き、テロ被害を覚悟の上で、ウィルソンの辞任要求を正式に発表した。だがウィルソンは、議長権限で、弾劾公聴会の延期を繰り返し、これに応じなかった。1973年1月、200人からなる AIM は、 全米で、最も人種差別的な州サウスダコタで、最も人種差別的な町と呼ぶ、ラピッドシティに集結し、各保留地の数族と共に連日インディアンに対する、差別と暴力に対する抗議デモを行い、ラピッドシティのインディアンに、ボイコット抗議を呼びかけて、町の凍結宣言を出した。この一触即発の気配の中、1月20日、 数族のウィズリー・ハートブルという20歳の青年が、酒場で白人に刺殺された。この事件は、カスター氏で裁判にかけられたが、市はインディアンたちを逮捕し、強制退去させようとしたため乱闘となり、商工会議所が焼け落ちる事件となった。AIM は続いて、パインリッジへとキャラバン隊を進めた。ウィルソンは AIM を、ゴロつき、共産主義者、 過激派の集団と呼んでビアと連携を取った。ウィルソンに選任されたデビッドロング部族会議副議長は、ウィルソンへの批判を高め、ラッセル・ミーンズを保留地に招いた。これに対しウィルソンは、ミーンズの立ち入りを禁じ、次のような工事を行った。それでもラッセル・ミーンズがタインリージに出向いてくると、ウィルソンは、軍図を使って、ミーンズをリンチし、 警棒で殴られたミーンズは頭蓋骨にひびが入る怪我をした。続いて自分が選んだ部族会議副議長のデビッド・ロングを AIM を公認したとの理由で罷免した。ロングはこう述べている。1973年2月、エレン・ムーブス・キャンプやグラディス・ビソネット・ラ・数族女性が中心となり、長老、州長、呪い師による会議を経て、オグララ族は、 タイウィルソン弾劾組織、オグララスー権利組織を結成した。委員長には、グラディス・ビソネットの息子であるペドロ・ビソネット青年が選ばれた。オスクロはウィルソンを弾劾し、賛同者を増やし、ウィルソンによる腐敗政治が暴かれていった。オスクロは、議会に、ウィルソンの辞職勧告を迫ろうとしたが、軍図による脅迫とテロによって、部族民からの署名は集められなかった。 1973年2月9日、デビッド・ロング、バージル・キルズ・ストレート、ホバート・キース・ラ、ウィルソンに解任された議会メンバー4人は、部族会議で、オスクロが集めた証拠による、身内の職員雇用、予算会議の無視、部族財産の個人流用2件、会計監査報告書の改ざん、議会による、呼び出しの無視、住宅局を無視した、経営委員会運営、 不当逮捕の発見の告発を行い、公聴会を求めた。部族会議は11対7の投票で決定延期とした。告発に必要な票は、総数の2、3で1票足りなかった。1973年2月22日、公聴会が始まり、ビンセント・サンダーブルの弾劾委員長就任が満場一致で決定した。弾劾手続きは翌日始まった。 ウィルソンは、議長権限を振りかざして、公聴会を延期させ、サンダーブルもこれを認めた。訴追者側が退席した後、議会は14対0の表決で、弾劾公聴会を終わらせた。AIM の動きに対し、ウィルソンは、部族会議の建物を、レッドネックを、多数加え、重武装させた軍ズに護衛させた。また、アメリカ連邦政府に、 連邦憲兵隊の出動を要請し、これに応えて、州警察や FBI も、マシンガンやロケット砲を備えた戦車や特殊車両を30台、用意して援助し、ビア事務所、学校、郵便局などに武装した兵を配置した。1973年2月27日、数族の長老と集長たちは、おスクロと共に、多数の部族を交えた AIM メンバーを招いて、 再びタイウイルソンの大会議を開いた。数族の女たちは、決死の覚悟を伝え、男たちも交往した。彼らは83年前に合衆国によって、数族が大虐殺された、チャンクペオピで、戦いの呪しを上げることを決定した。彼らは、聖なるパイプを回し飲みして、大いなる神秘に誓いを立てた。夕刻 会議場の外の600人の数族に、ラッセル・ミーンズはこう宣言した。オスクロと数族、AIM の老若男女は、ウンデッド・ニーで、数族相手に暴利を貪る、白人業者ギルダース・グレーブのウンデッド・ニー公益店を占拠し、部族民から巻き上げた、権利書や、年金小切手を奪還した。続いて、向かいにある、精神カトリック教会を占拠し、 残号を掘って、ここを本拠とした。ウィルソンは、グ図ンズ、ビア警察、州警察、FBI の250人を超える、包囲隊を結成した。ポーキュパイン村に、ペンタゴンの指令を受けて、全米から派遣された、連邦憲兵隊が殺到した。米軍は、ウィルソンのために、M113 装甲兵に輸送車を16台、戦闘用ヘリコプター3機、 F4 ファントム戦闘機を投入し、現代アメリカにおけるインディアン民族の決起は、全世界に衝撃を与えた。彼らの選挙に抗応した、南米ブラジル、チリ、アルゼンチンの少数民族が、デモ行進を行い、全米から、インディアンや、支援白人が選挙に加わった。ウィルソンは彼に批判的な、地元紙、シャノン軍ニュースの発行人宅を爆破し、 発行人の妻を負傷させ、編集書を破壊した。シャノン軍ニュースは、ウィルソンのことを、いつも、馬鹿用の飲み薬をあてがまれて出世した、ビアの脳な島抜けと呼んでいた。一方、インディアン支援の動きも広がり、3月7日には、支援物資の飛行機投下が行われ、ウィルソンを怒らせた。この日、選挙団は、連邦政府に、初の交渉を呼びかけたが、 合衆国はこれを拒絶し、降伏なければ全面攻撃するとの通告を出した。対するインディアンたちはパイプを回しのみして精霊に、誓い、戦いの歌を歌って、決死の姿勢を取った。流血の機運は高まり、これを伝えるテレビの報道番組の視聴率は90%を超えた。ホワイトハウスには攻撃中止を訴える電話電報が殺到したが、その数は、 ケネディ大統領暗殺以来のことだった。3月11日、オグララ族はウィルソンに対抗し、オグララ国独立宣言を交付。全米の黒人団体、地下の団体が、選挙支持を表明、選挙地を表敬訪問にし、全米の報道がその動向を国一国と報じた。ウィルソンはマスコミにこう答えてみせた。選挙を視察したアメリカ空軍の、 風挺手段参謀長ボルニー・ワーナー大佐は、インディアンは無害であるとし、連邦保安官らを散々あざけ笑って帰った。連邦政府も、全世界が報じるこの長期選挙の中で、妥協案を示し始めた。ウィルソンはこれに憤慨し、声明を出した。4月17日に再び大規模な支援物資の飛行機投下が行われ、また地上では、徹底的な検閲の中、 野陰に紛れて、援助に訪れるインディアンをはじめ、多人種グループは引きも切らなかった。この中、4月27日に支援参加した、チェロキー族、アパッチ族のフランク・クリアウォーターが射殺された。クリアウォーターは命を捧げた、うーん、デッドニーに埋葬されることを望んだが、ウィルソンは、クリアウォーターが、数族でないことを理由に埋葬を許可しなかった。 同じく射殺されたオブララ族のバディラモントの埋葬も阻止しようとしたが、これは果たせなかった。1973年5月8日、71日間に渡る選挙を解いて、選挙団は撤退を開始し、うーん、デッドニー選挙抗議は終わった。パインリージでのテロを止めろ。と題した、ウェザーマン新聞、ビアやウィルソンは、徹底的な部族民のテロ弾圧を行った。 家々に銃弾や爆弾が打ち込まれ、目を撃ち抜かれた7歳の少女もいた。その後3年間で、ウィルソンの部下によって殺された数族部族民は100人以上と伝えられている。オスクロ代表のペドロ・ビソネットは10月17日に、ビア警察によって射殺された。ラッセル・ミーンズもスタンディングロック保留地で、ビア警察に背後から撃たれ、重傷を負った。 メドロ・ビソネットの技師のジャネット・ビソネットも射殺された。1974年2月7日、ラッセル・ミーンズら12人の候補者が議長選挙に名乗りを上げると、投票箱を地下室に持ち込み、密室で非公開の開票を行うなどの不正を行った。それでも得票はミーンズの方が上回ったがウィルソンはこれを弾圧し、 裁判所を通じて、ミーンズの保留地退去を振りかざして、議長の座を降りなかった。1975年1月17日、議長選挙で和平派のアルトリンブルに敗れる。地元新聞は、ウィルソンの動向をこう伝えた。ウィルソンは選挙での敗北に怒り狂っている。彼は、彼を落とした、人たちに、死と破壊を約束した。 ウィルソンは4月までの残り人気3ヶ月をかけて、部族民への嫌がらせを徹底的に言った。1月31日、トリンブルの最大支持母体のワンブリー村を、グーンズを使って襲撃、家々に銃弾を浴びせた。AIM 支援者ガルダルナイフの家を襲い、FBI は、ダルナイフ夫妻を逮捕した。さらにジェームズアブレズク合衆国上院議員の息子で、 ウィルソンに批判的なチャーリーアブレズクの自宅を爆破し、彼を保留地から追い出した。また、性的のバイロンデサルサ検事の自動車を待ち伏せして、自動小銃で射殺した。2月27日に4人の AIM 弁護士の暗殺を指示したとして告発された。ウィルソン調査のため保留地を訪れた4人の弁護士と2人の助手は、パインリッジの空港でグーンズから暴行を受け、 病院送りとなったのである。ウィルソンはなおもグーンズを使って、脅迫とテロを続けた。オグララ村は、グーンズのテロからの警護要請を AIM に打診した。1975年6月26日、オグララ村で、警護に当たっていた AIM の学生、ジョーキルズライトと、FBI のロナルド・ウィリアムとジャック・コーラーが、銃撃戦となり、3人とも死んだ。オグララ村には、 デニス・バンクスや、レナード・ペルティエラ AIM メンバーが、大勢、TP の共同体キャンプを張っており、ウィリアムとコーラーは、カウボー異物の盗難捜査という名目で、このキャンプを襲ったのだった。最後の犠牲者は、ミクマク属 AIM の兄マエクアッシュだった。彼女は、ワンブリー村の雑木林の雪の中で頭に銃弾を撃ち込まれた死体となって見つかった。ここに至っても、 連邦政府は反 AIM の姿勢を変えなかった。FBI は指紋を調べるためという理由で彼女の両手首を切断してワシントンに送った。結局ペルティエとレオナルド・クロードッグが逮捕され、レナード・ペルティエは政治犯として無実のまま現在も服役中である。1976年、再び議会選挙に敗れ、パインリッジから出ていった。 1990年に死んだが、この時には再び、パインリッチに戻って、再出馬を画策していた。死因は、人不全と、心臓肥大だった。フォーダーロ、リザ・ W、アビチュアリー、リチャード・ウィルソン、55、トライバル・ヘッド・イン・オキュペーション・オブ・ウン・デッド・ニー。ニューヨーク・タイムズ、P36、リハルト、オキム・ D、ルーリング・パイン。リッジ、ラブック、 テキサステック・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、百三十一リハルト、オキム・ D ルーリング・パイン・リッジ、ラブック、テキサステック・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、百三十一百三十二リハルト、オキム・ D ルーリング・パイン・リッジ、ラブック、テキサステック・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、百三十四百三十七百五十一 152フォーダーロ、リザ・ W、アビチュアリー、リチャード・ウィルソン、55、トライバルヘッド・イン・オキュペーション・オブ・ウン・デッド・ニー。ニューヨーク・タイムズ、P36。ありがとうございます。